皆さんこんばんは、さやざ心です。今回はたくさんね、今まで YouTube に動画を上げてきたんですが、コメントもたくさんいただきましたので、そのコメントに少しお答えしていきたいと思います。はい、まず1つ目、ゴルフ歴1年の女子です。毎回楽しく拝見しています。私はお二人のように距離が出ないので、グリーン周りを極めようと奮闘中です。そこでウェッジを購入しようと思いますが、何を基準に選べばいいのでしょうか。度数もあり、この一度の違いは何、私は何度を買うのがいいのという感じになっています。ちなみに今はグリーン周りの8割が S、 2割が P で対応しています。初心者すぎて質問でごめんなさい、という女子からの、ゴルフ女子からの質問なんですが、私もゴルフ始めて4年ぐらいはレディースのクラブの S とか P でやってましたね。 S が7割、 A が2割、P が1割みたいな感じですかね。なんですが、なんで今は58度、56度、50度とか、まあ、60度、何度何度ってあるんですけど、そっちにしたかというのはですね、メリットはグリーン上でボールがまず止まる、うん、よくこう男性が打つとピッピッってスピンかかって止まると思うんですけど、それが女子でもウェッジを変えることで達成ができると思います。で、何を基準に選べばいいかなっていうのは、そうだな、見た目のフリーらしさと、まあ、結構重たいのでウェッジになると、そのシャフトを何入れるかとか、そういうのは結構大事かなとは思います。度数は60度は正直難しいと思うので、58か56を下でどっちか入れて、その上はこうなるべくこう4度刻みとか、まあそのメーカーによってもね、度数が結構違ったりもするんで、そういうのがいいかな。正直1度ではそんなにヤーテージも変わんないんですけど、やっぱりそのウェッジが開いててバースをうまく使える人は60度がいいっていう方もいれば、バースっていうかその開いてる感じをうまく使う、ただその分こう難しさも増すとは思うんですよね。58とか56の方がもう少し優しいかなみたいな風には思ってます。何度を買うのがいいのかな。一番下は58か、まあ、56かなと思います。で、その上が56で4度だと56、52、48みたいな。でも48とかないかもしれないから、2度刻みの人とかもいるからね。でも58か56かはちょっと一回こう打ってみて、まあ、そのスピンかかる量とか、自分がこっちの方が構えやすいな、こっちの方がこうバース使いやすいなみたいな風で選んでもらえたらなと思います。私は58、52、502してます。ちょっとね、58と52の間が空きすぎちゃってるから、そこはちょっと考えるか、58、52、48にね、できたらなと思ってます。私もそこは今のところ悩んでます。まあそれでこうバンカーとかこれぐらいの距離感のアプローチとか、まあでもまだ瞑想中ですね、私も正直。まあそういう意味ででも一応ウェッジは選んで入れています。じゃあ2つ目、ドライバーのヘッドカバーはどこで買えますか、調節欲しいです。おお、きっとドクロのヘッドカバーだと思うんですよね。あれはニキゴルフ、ニキゴルフドクロだったと思うんですよね。ニキドクロゴルフ、私のねインスタグラムにね書いてあるんですよね。それを見てもらえると、私もねあれに出会った時はもう一目惚れで、ほんと何この可愛い骨骨ちゃんはみたいな感じで買っちゃったんですけれども、未だに売ってるのを見たことがありません。もうね売ってないと思うんですよね。ニキゴルフヘッドカバーオリジナルドクロって書いてあるんで、やっぱニキゴルフさんのオリジナルドクロですね。
可愛いんですよ。ぜひ見つけて、ウェブで見つけてみてください。はい、次の質問に行きます。3つ目、心さん、いつも素敵な笑顔を拝見しています。ありがとうございます。最近少し上手くなってきたので中古で揃えようと思っています。そこでいろいろ調べたら重量フォローとバランスの合わせ方を教えてください。もしはっきりしていなかったらこの際測ってみてください。無茶ぶりです。はい、いやー、分かんないですね。まあ、バランスは私の場合は C6 とか、まあ、そういうのがドライバーだと C6 って言われることが多いですね。やっぱ手元が重たくてヘッドが軽いもの、なるべくしなるもの。重量はね、ドライバーどれくらいだったかな、まあ、相当軽いものを使ってると言われますね。いやでも分かりますよ、少し上手くなってきたらクラブを変えて、またこうゴルフを好きになって、またそれでいいスコアが出てってなりますからね。もう本当私も中古クラブで好きだったものを何本か揃えたりとかしてますね。あれはやっぱ合うから、いろんな中古屋さんとかで探して、いやあの時のあのメーカーのあれ、みたいな感じで結構揃えちゃったりしてます。ちょっと今度測ってみますね、全クラブの。まあ何回か測ってもらってるんですけどね、なんかそんな意味忘れちゃってるっていうのが正直ありました。はい、まあ、ドライバーはただ相当軽いです。相当軽くて手元が重いものを振ってます。次の質問いきます。ボールティー、マーカーなんかの小物が知りたいっす。はい、ボールはスリクソンの Z スター。はい、まああえてこだわってるっていうなら、去年のスリクソンの Z スターを使うことが多いかな。何ですかね、なんかわかんないんですけど、なんか好きですね、去年のモデルのスリクソンの Z スターは。まあ絶対なんかそのこれじゃないとやだみたいなのはないんですけど、なんとなくこう使うようにはしています。T はね、なんだっけな、ちょっと調べますね今。確かこれです、ダイヤゴルフさんのスリム美人っていうT の名前ですね、私が使ってるのは。はい、このなんか割とシンプルなのが好きで、なんかこう、なんて言えばいいのかな、この置くところが太かったり、木のティーでもいいんですけど、木は結構すぐ折れちゃうんで、そのちょっとプラスチックの細めのティー、なんか何の何でもないティーですね。その置いてる時のこうシュッとした感じ、違和感ない感じで、自分でこう、まあその時の状態によって伸ばしたり下げたりできるような、こう線とかもないティーを今使ってます。ショートティーも同じメーカーさんの使っていますね。はい、マーカーはね、ほんといろんなの使ってて、まあいろんな好きなゴルフ場行った時に結構マーカー買うんで、そういうのを使ってますね。結構あのポカリスエットのなんか付録でもらったマーカーがあって、あれ何だったんだろうな、なんかの付録で、それは結構お気に入りです。ポカリスエットって書いてあるんですけど、あとはほんといろんなゴルフ場のマーカーとかですかね。もうバラバラです、その日その日によって。アパレルメーカー、ニューバランスのマーカーも使いますし、まああとでそれはなんかこう写真でね、ちょっとマーカーとかもバーって一覧でお見せできたらなと思ってます。次の質問に行きます。新しいオノフアイアンで飛距離はどれぐらい変わりましたか。今新しいオノフアイアン、あ、噛んじゃった。新しいオノフアイアンはちょっと調整中で、バランス調整をしてて、伸ばした分ちょっと自分のクラブに近いバランスと少し変わってしまったのがありまして、そこを今調整しています。はい、で実際に飛距離はですね、リアルで
5ヤードとかは変わったんじゃないかなと思います。キャリーで7番で145は行ってたので5ヤードですかね。まだちょっとこう振り心地っていうか長さとかにまだその自分がうまくこう合ってきてない部分もあるんで、そこは今調整しながらタイミングと長さと振ってくるしなり方とかなんかそういうのを今一緒にねやってますんで、もっともっとこうくぐっと進化していけたらなと思います。はい、次の質問に行きます。いつも拝見しています。とっても参考になってますし、楽しそうにゴルフを回っている姿がとても素敵で、いつも楽しく見させていただいています。ありがとうございます。心さんの動画をきっかけに女性ゴルファーがもっと増えるといいですね。それが狙いです。本当に本当にこうたくさんの女性が、まあ、気軽にねゴルフできるよって言ってたらなんかあんまりあれになるんですけど、まあ、打ちっぱなしにしてもレッスンにしても今、まあ、たくさんあるんで、そういうとこからでもこうゴルフ楽しそうだなとか、大人になって何やればいいかなとか、まあ趣味持ちたいなと思ってる人にはぜひゴルフやってほしいなと思ってます。一つ質問があったんですが、いつもアプローチを行う前にグリーンまでの距離を確認されているようですが、どこのメーカーの何という機械を使っていますか？はい、お忙しいところ恐縮ですが、もし可能でしたら教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、あれですね、計測器ですね。私はニコンの、正式名称が大事なのでちょっと調べますね。クールショットですね。はい、ニコンの計測器のクールショット、高低差出る方使ってます。はい、新しいモデルではなく1個前のモデルなんでちょっと色は違うんですが、はい、それを使っています。計測器だとグリーンだけでもなく、その打ちたい方向のじゃあ何ヤードでぐらいで OB 入るかなとか、じゃあ穴バンカー入れないように何番ヤードで打てばいいかなとか、そういうのはパッパッて測れちゃうんで、だってバンカー手前まで測ってみたりとか、じゃあ奥の林 OB だからその奥の林に行かないように距離測ってみたりとか、まあその、まあ、キャディーさんついてる人からはね、キャディーさんの、ね、距離とか信じてキャディーさんに行けばいいんですけど、まあ、セルフでやるときとかはやっぱすごい距離計があると便利だなとは思います。次いきます。じゅんちゃんの指導を受けて右足重心で練習してみたら安定しました。おお。2人とも寄せの練習はなされないのですか？ラウンドでもお上手なのでポイント教えてください。いつも行くところが砲台グリーンで難しいです。砲台グリーンは難しい。私もね、砲台グリーンになるとね、速くなったりね、上げようとしたりね、いつものこうテンポで打てなくなったりするんですよね。じゅんちゃんはね、すごい寄せが上手だから、寄せはでも本当にこう打ち急がない人がやっぱ上手だなと思います。その手の力使わずにこの肩のストローク、私も今練習してるんですけど家で、ストロークで打つ練習、この角度、手の角度を、この最初に持った角度を変えないでこのまま来れる。私の場合だと手が走っちゃうからこうなっちゃって返しちゃったり急いじゃったりというのは結構あるんで、やっぱりこの同じストロークで来れる人はやっぱ上手だなと思いますね、寄せは。こうなんない、まあ、アプローチもねかなりこういろんな方も上がってるので、そういうのを参考にしてもらえたらなと思います。ちょっとね、なんだろうな、なんかちょっと今度動画誰かに、上手い方何人かいるんでアプローチのワンポイントどこ気をつけてるみたいなのやりますね。はい、練習場でもいいですよね。練習場で誰かショットばっかじゃなくてね、アプローチ練習の、はい、ポイントを次やってみたいと思います。はい、以上。またね、今後もどしどしコメントも見てますので、いつもコメントいただけたらなと思います。で、できる範囲で答えれるものは、まあ、こんな感じな答えになっちゃうんですけれども、答えていきたいと思うので、またコメントお待ちしています。お願いします。バイバーイ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。